あ、でもじゃあです、今回ですけども門寮に対してドッキリを仕掛けたいなと思います。もしかしたらこれ初めてとか2回目とか、なんかあんま過去にドッキリ仕掛けた記憶がないんで、で内容なんですけど、今リザードの第7弾の撮影を終えた後なんですよ。でこの後門寮のチャンネルで動画を撮りますと、それが終わった後にカメラを回してて、まあオチでカメラ回してるんだみたいな、さっき撮ったリザードの第7弾のオチでカメラ回してて、門寮がアルファードに乗って帰っていく姿をお見送りしてるみたいな、はい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 、みたいな感じでお見送りして、その後はなんか門寮まで予定があるらしくて、個人のだから直で品川駅向かわないんですよね。一回時間があるんで、まだ2、3時間ぐらい、余裕があるんで、どっか寄ってからそのまま終電で大阪帰るらしいんですけど、僕はそのバイバイって言った後直行で品川駅行って、そのまま大阪に行きます。先回りします。で大阪で待ってたら門寮どんな反応するのかっていうはい、ドッキリしていこうと思います。これびっくりすると思うんですよ。一回それなんか店長にやったよね、そういうこと、まあ、店長の時はでも電車の中でネタバラシみたいな。あ、そうですそうです。今回はちゃんと大阪駅のホームら辺で門寮のマネージャーの松潤と連絡取り合って、門寮がここに来ますよっていうのを聞いてて、そこに普通にいるっていう待ち伏せドッキリやっていこうと思います。まあ、だから瞬間移動したみたいに見えますよね。なんでおるんってなる、さっきお別れしたのにっていうこの感じね。それだけのためにわざと大阪行きます。大阪で一泊してからそのまま朝帰ってくるっていう地味に手間かかった動画ですこれ。先に行くわけやからってことないもんね。待ち合いでほぼほぼ、ただまあ思いついちゃったんで、これやったら面白いかなみたいな、急遽やろうってことで、本当取り寄ってなかったんですよ。でも思いついちゃったんで、そういう時ってやっぱ僕も感性に身を任せて取るのが吉かなと思うんで、ドッキリ頑張ってみようと思います。では一旦門寮のチャンネルで撮影やっていきます。いや、今日の撮影が終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。一応これはリザードの撮影のオチで、はい、最後に差し込もうかなと。どうしたら門寮でやる、ちょっとだけね。大変やな、そっからまあ大阪帰るみたいなんで、言うてすぐ帰りますよ。早くお見送りだけ。そうですね、ただいまくたくたや。朝からの撮影ほんま疲れるわ。 あとこれ門寮のチャンネルで選んでもらいました、概要欄に貼ってます。すげえ、エメンクソ、あそこよく行ける。え、そうよ、初めて見た。なんかおしゃれじゃないですか今日。港区ですか、ここは。港区です。あ、港区だやっぱり、はい、ラファさんが大好き。そうそうそうラファさんが好きな港区とはちょっと違うかな、うん、え、そうなんですか。ラファさん似せたこと、六本木とかさ、あーそっち寄りっすよ。今とかさ暑いやん、こういうの着てさ一瞬で汗かくやん、はい、即クリーニング出す。まあ、物によっては、でも俺汗かくような場所に意外に行かへんかったりする。もう大体家の中か車の中か室内やから、結構こういう外での撮影って意外にないよ。まあ少ないっすね。少ない意外にな。そういう時にさリザードいいなかった。だから俺そこ行く時は大半リザードで行くから、うん、その汚れそうな時とか汗かきそうな時はリザードで行って、もうやっぱそうやな、室内はいい服でみたいな。そうハイブランドを汚すの嫌やし、ショックでかいっすよね、うん、だからリザードその点やっぱ最高だと思う。マジで利便性が高い。クリーニング、うん、クリーニングやから、もう早冬になってほしい。来たい時に着られへんのよ、ないねクリーニング出してるから。あリザードを始めてから着心地の悪い服着るのしんどくなってきたな、うん、おしゃれって大体着心地悪い、ね、そうそう、それがちょっとやっぱ難しいとこやな。あ、これ巻きたわ、来ますね、私も。オッケー、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。なんだ見た。俺が見た。バイバイ。バイバイ、ありがとう。ありがとう。ありがとう。お笑いっすね、笑いで落とすんで、これで落とした。はい、ありがとうございました。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 というのは嘘です。この動画、なんとここからが本番です。これからね、予定に向かうもん。バイバイ。危ない危ない。ほら、バレとってバレとってバレとって危ない危ない。このまま門寮は別の予定に向かうと。で、多分1時間後ぐらいに品川駅に行くと、はい、僕たちは今からトックで品川駅に向かいます。そのまま先回りして大阪の方行って、マネージャーの松潤とかと連絡取り合ってるんで、はい、ドッキリしていこうかと思ってます。結構びっくりすると思いますけどね。まあビビるやん、なんでおるんってなると思う。しかも終電で僕らもう帰れないんで、うん、えみたいな。そこまで遥かっていう話だもん。だって僕ら一泊するんですよね。一泊します。で、僕らそれで、はい、朝帰ります。贅沢企画。はい、そのためだけで僕もホテル結構高いとこ見通されてるんでね。めっちゃいいホテルです。それちょっと映しますね。結構いいホテル押さえてるんで、普通にそこだけで多分20万ぐらいワンちゃんもっとかかっとうかな。すごいなぐらいかけちゃってるんで。ただやっぱこれがね、 YouTuber 一つの企画に手を抜かない。いきましょう。
はい、今品川駅に向かっております。てか俺さっきね、モンリョウのチャンネルでハイブランドを爆買いするっていうやつやったんですよ、うん、はい、モンリョウに選んでもらってみたいな。でハイブランド行ったんですけど、ほんと欲しいもんなくて、この企画申し訳ないなって思うぐらい欲しいもんがなくて、もうマジで物欲減っちゃってたんですよね。何着か買ったんで、これがその1着なんですけど、僕リザード気に入りすぎてるんかわかんないけど、リザードがいいなってなったんですよね。怖いぐらいそう思っちゃって、もちろんハイブランドハイブランド良さあるんですけど、リザードでも満足しちゃってる自分いるなと思ったんで、すごい変化だなと思いましたね。今までだったらハイブランド行ったら胸躍ってたというかね、これ欲しいこれ欲しいみたいななってたんですけど、今回はそんな欲しいって思わなかったんで、俺人生でハイブランド行って欲しいって思わなかったの今回初めてやったんですよ。結構買ってない店舗があったもんな、もう一着も買わずに出るとか。だからなんかちょっと心境に変化起きてましたね。実はお金使うとこってあんまなくて、ハイブランドとかって使いやすい場所ではあると思うんですけど、ハイブランドも行かなくなったらもうどこでお金使うんだろうって思っちゃいましたね。美容、美容とかやっぱ仕事かな、それがやっぱ楽しいし。でもちょっとその自分の心境変化にびっくりしたな。自分でもあんなハイブランドが好きな人間やったのに、俺自己顕示欲の塊で見栄を張りたくて仕方ない人間やったのに、まあ俺自身がハイブランドになっちゃったっていうのもありますね。それもまああるんじゃない、うん、冷静にね、ジョークとかじゃなくて、いやそういうとこありますね。ビトン着てるんだっていうよりも、あ、光るだって言われる方が多いというか、だから別になんか俺が何着てようがもう関係ないっていう風に世間に移り出したのかなっていうのは思ってて、だから別になんか着飾る必要がないっていうかっていうのは最近なんか思ってますね。まあでもハイブランドはハイブランド着たら着たら嫌とは思うんですけどね、まあ、これとかも普通にかっこいいなと思ったりするんですけど、でもこれである必要もないのかなっていう最近ね。でもそのなんかハイブランドみたいなすごいものがあるのにリザードでもいいなって思えるぐらいリザードのクオリティが高いっていう証明でもあるんで、僕の中では。それは間違いない。それはなんか嬉しいなって。俺って本当に分かりやすい人間なんで、本当にいいと思ったものしか大体着ないんですよ。自分がプロデュースしてるとか関係なく、自分のブランドとか関係なくて、本当に僕はいいものを着続けるタイプなんで。でも結果的にリザード今1年半ぐらい経ってますけど、結局着てるんでね、ずっと。確かに。だから本当に自分にとって欲しいものなんだなって思いますね。それは嬉しいですよね。でもこんなワクワクして新幹線乗るのは久しぶりかもしれん、初めてかもしれん。なんか楽しいわ。ドッキリってやっぱおもろいな。やっとる方は最高じゃない。まあ、仕掛ける側はやっぱ一番面白い。ワクワクするやん。絶対びっくりすると思うしさ。どんな反応見せてくれるのか。どうする、鼻くそほじとったら。それは 120% ないと思うじゃん。200% ないんだよ。鼻くそほじりながら解説できたらどうする。絶対ほじらへんと思うな。え、でも動画の中だとほじっとるで、鼻くそ確か。へぇ、そういうとこ映しとったと思うけどな。ちゃんと見てないな、あいつさん。モンリョウチャンネルを。結構マニアじゃない、めっちゃ見とる人じゃない、それ分からんけど。モンリョウそういう感じのタイプやった気がするんやけど、分からへん感じで。でも相馬さんみたいな感じじゃないの、絶対。あの感じのほじり方じゃないと思うよ。あれはちょっとやばいもん。上品なほじり方だと思うで。ピザーラ食いてえわ。ここに入っとるお店全部美味しそうに見えるもん。寿司やね、寿司。寿司ほんま食いで。寿司食いねえ。では新幹線で新大阪まで行きたいと思います。はい、新大阪駅着きました。まあね、なんとか早く着けたんで、こっから街に連絡取りやってるんで、あと15分後ぐらいですかね、はい、に来るっぽいんで、まあ、ここを多分通ると思うんで、ここで待ち伏せしておきたいと思います。あとはもうひたすら待つのみ、うん、すごい労力ですね。やばいっすよ。そして最後この15分の待ち、はい、この街長いっすよ。暑いんですよ正直。来るとき連絡してもらうんで、もうそれ待ちます。とりあえずさっきの道いたんですけど、人が集まっちゃってて気づかれて、でマッチンと連絡やり取りして、この下で待つことにしました。多分エスカレーターが降りてくるかなと。あ、こっちら辺がここに忍んで、はい、待ちたいと思います。もう本当にお前見えるかもな、ここから。もう本当はちょっとで来るんですよ。ギリギリ下に移動するっていうことにしたんで、マジで危なかった。人混みでバレそうだったから。まあ、確かに結構気づかれた。これマジで一発勝負やから終わりやん。バレたらいいの取るんだよ。これボツやから。ホテル前取ってここまで来てボスって一番冷めた。最悪これ。YouTuber ってちょっと許せへん。何十万の損失や。何か来るだろ、ちょっと。安易にこっちも覗きに行けないのがやばい。そうですね。これバレれちゃうんで。それは確かにそう見えちゃうんで、こっちから来た方がいいし。あっちから見たらアウトなんですよ。ダブルパンチ。結構死角だから。来るか分からへんから。覗きへんのきつい。一発バレるか。先頭松潤が来るんかも、どっちだよ。すいません。すいません、ちょっと握手。なんで握手しますか。ありがとうございます。ちょっとちょっと待って、もうちょっと待って、持ってやばいファンでちょっと出待ちしてました。大阪来られるって聞いたんで、戻ってこられる。何でですか。絶対知ってたやつやな。知ってた。こちら捨てないと待機できないです僕ら。お別れして、あそこから直行で下がい。待ってたん。待っとったら。待ってたんっけ。
言ってよ、ちょっと化粧もやばい、爆睡しとって新幹線もう最低、髪の毛もやばいし、もういやめっちゃもうガチの素の戻ってきたやったら確かに、いや普通にカリカリ梅食べてましたいやこの一瞬が取れてちょっと大満足この一瞬のために結構な労力をこの一瞬のためにだけもう俺終電ないから大阪泊まろうってホテルも予約してやばいって なんでなんこれ店長のやつお見たことある？あ店長のやつの、そう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 。あでも店長のやつは電車の中であれやね。そう。はい、先回りで持った瞬間移動しようかなと思って。もうめっちゃ気抜いてたわ。もういやこっちは全然取らへんかったよ。はいはいはい。まあまあまあそういうのもあるんかなと。まあ一本あのリザードも持ったから。そうですね。まあいいかなと思ったけど急遽思いついて取り終わった後に、あもうこれやと思って。明日仕事？明日仕事夕方からやから。まあまあ言っても大変ですね、お二人いやでもあの顔見れてちょっとなんかまあレアっすからね、楽しかったっすね、顔で勝て勝てマジでガチの素でしたね、はい、まあ見れないですからね、はい、新幹線で化粧落とそうと思ったんですよ、はい、コンタクトも取って、そしたら化粧落とし忘れてこいつ、たまたま今したけど、もう俺でもそれでは鼻くそにしながら来るんかなと思ってびっくりしたよかった、はい、これでバイバイ終わり終わりやな、もう尺は全然短い、何分の動画これ、はい、いやめっちゃ短いじゃないですか、15分とかかな、12、3分じゃないですか、多分カットいくとか、まあ、落ちから別になんか撮ろうと撮れっけど、とりあえず一旦これでドッキリ大成功ということで、はい、いやこれは大成功、はい、これは楽しかった、大成功、ありがとうございます、ありがとうございました、素晴らしい、ありがとうございました、ありがとうございます、さっきうちのちゃ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 これ読んでこれです、これですこれですこれあのうちのチャンネルで買ってもらったやつなんですけど、そう、まあチャンネル見てください。はい、ありがとう。俺もこれ選んでます。はい、こんな感じで今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ホテルやってきました。W ホテルというところ。ここ2回目なんですけど、めちゃくちゃおしゃれなんですよ、これ。涼しいこれ。涼しい。ああいいなここやっぱり。うわあいいやん。これですよここ。生き返る。このベッドのデカさ。そして何よりこの謎のおしゃれバーカウンターがついてるってやばいでしょこれ。バーカウンター。で大概置いてすごない。でなんか手紙が置いてあってね。ウェルカムバックトゥー。あったこれ前の。ジュースもね。こんな中ジュースある？で何よりまあこのクッションとかなんかおしゃれじゃん無駄に。確かに。なおかつこれすごいのが冷蔵庫こんなのでもいるかってぐらいねあるんですよ。ほらこれ。完備してるんですよね。ジュースと。ジュースとか酒とかめちゃくちゃ。でここ見てこれほら。ここ。なんなんこれ。酒やろ多分全部。とかラッキーメンテマとかお菓子も。なんかちょっとおしゃれなお菓子だな。そうこのスプーンとか見てこのおしゃれさ。色やばない。確かに。なんかすごい色やろ。ここだから本当にね全てがなんかおしゃれなホテルで結構最近できたらしくて僕的に一番おすすめのホテルの一つなんですよ。ただ高いんですけどね。大阪にしかないですよね多分まだこれすごいですよ普通になんかリッツカールトンとかコンラドとかもういいんですけどおしゃれ感がすごいですねここ、うん、で何よりやっぱこのベッドの広さこれですよこれ正方形やん確かに縦入れても横入れてもいい俺こうやって俺これやからいつもすごい体勢やん、うん、今日もこれに合おうかな思って枕使わへんやん俺結構あれなんですけどリアルな話逆向いてるんですけど枕買っちゃったらあえてこっち側で寝るの俺好きやん俺日によって角度変えて寝てたんでずっとずっとこっち上で寝るわけじゃなくてリアルでこっちで上で寝ることがあるっていう知らなかったさ俺ここはいいですね極楽浄土です本当になんかいちいちおしゃれやなほんまになんかそのリングライトみたいなあるやん俺だからほんまに女の子が一番喜ぶホテルだよ確かに風呂ねこんな感じででこれシャワーリングライトやリングライトで鏡まで出るっていうのはちょっとおしゃれ感がすごいなおしゃれこっちもね、完備してるんで歯磨きとかそう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 なんか海外っぽくないちょっと外資系とかね、このホテル無駄におしゃれなの、ほんまにこの部屋自体はそんなにめちゃくちゃ広くないんですけどでも十分なんですよね、うん、まあスイートとか行ったらもっとやばいと思うんですけど、まあ、今回ね、このドッキリのためにここ、まあ、サーギア取りましてねすごいことやんいやまあまあ、そこやっぱ言ったりしてないんだったら頑張っとるからもうこれほぼほぼもう残業も残業だから確かにほんまと今日解散ってしとるところやけどあえて大阪来たからそういう時ぐらいはちょっとねいいとこ泊まってパッとねちょっとじゃあご褒美のプリン食べましょうかねプッチンプリンまたプッチンプリンと歌ってプッチンプリンえ歌終わりやぞ終わった時プッチンプリンって
さっきの感じすらもう分からへん俺。何のあれだっけ？知らん。プチンプリンプププププチンっていう。絶対違う。絶対ですよ。プチンパポペじゃないですか？え？分からへん。分からへん。エビバビプリンプリンじゃなくて。ああ。え、何ですかそれ。僕それかと思った。あったな、そんなと、はあ、CM っすよ。え、ありました、そんな、はい、え、よくやってるんですよね、プッチンプリンって。分かんないブランド売り上げ日本ナンバーらしいですよ、まあ、プリンといえばプッチンプリンみたいな。グリコブランド市場日本ナンバーってことはプリンにおいて一番多分売れたと。まあそうじゃん、まあ、そうか、プッチンプリン以上のプリンはないか。まあせっかくなんでプッチンした方がいいんじゃないですか。ああ、いいっすか、あります。スプーンもこのプッチンってまああんましないですよ、正直。いやいや、プッチンプリンは子供が来たくなるから、これこうね。ええプッチン先生出てきたから。えあれじゃないですか、蓋をやる前に。いや違う違う違う、絶対違うよ。だって蓋やる前にどうやってめくる。えどういうことじゃん。いやプッチン先生に出てきた。多分こう茹でてて空気入ってたんでしょうね。確かに。あ、まあでも綺麗に。あー来たー、このね、うまそうこれ。ほんますごいな、プルプルやん。これはやばいな。ではいただきます。糖分を摂取。すごい食い方やな。これじゃない、普通のプリン飲み物って感じですね。吸引力すごい、すごい、うん、これが一番の贅沢、うん、プッチンプリンを飲んでますよ。マジで大人になって食うことないもんな、プッチンプリン。いざ食ってみたら一番うまいな、プリンなんで。もしかしたら焼きプリンの方が好き派やからな。あっさりしたし喉越しがめっちゃいいから、マラソンの後とか飲みたくなるな、グッと。プッチンプリン全員分買っております。ありがとうございます。おい、ちょっとじゃあ最初の前さんも出てきてもらって、プッチンプリンの義を保った方がいいですね。一人一人がプッチンプリンに対しての思いを。僕先行っていいですか。大変の方が楽ですよ。はい、だから先行こうか。もうどっちでもいいですよ、別に。僕はやっぱプッチンプリンって言ったらね、僕病院のイメージがあるんですよ。ちっちゃい頃はなんか手術して入院したことあるんですけど、その時に売店でプッチンプリン毎日買ってました。いや結構好物やったんで。贅沢って感じ。これを我慢するからプッチンプリン食べさせてもらえるみたいな感じ。こんなでかかったっけと思った。これでかいのかな、プッチンプリン。いただきます。すごっ。ええー。っていうか人でもできる大きさじゃねえ。絶対マネしてくださいね。マジ喉詰まらせさせたらこんなしたら。いやうまい。ほとんど味わってないでしょ、さっきの。だから。多分舌通ってないでしょ。さっきの。さすがに絶対プチンプリンってマジでうまいなっていうか、これは確かにそれ売れ続けるんやなっていうの分かるもん。プリンの中の一番の王道。天才的よなこれ。前さんもプッチンプリンのエピソードトーク1個もらっていいですか。なんか家に冷蔵庫で冷やしちゃって、それを夏開けて食べるのが僕幸せでしたね。普通だよ。大半だよ、普通だよ。大半だよ、そういうエピソードしかない。うわ、確かにプッチンしてないんですよ、うん、だからいいっすよ、入れとったから、うん、俺はじゃあもう普通にちょっといただきます、マジで。味わいたいです、なんか全然味わってないじゃないですか。その感じ相当すごい、それもできないんだよ、意味ないです、それは。普通に言ったら、それ普通に言ったら、思んなかった、お前、お前もう終わり、もう一回買ってこいよ、お前、プッチンプリン。いや、絶対いや、絶対いや、いや、これで、いや、無理無理、それは無理。じゃあ、ちゃんと笑い起こして笑わせんから、それはもう買ってこないで、もう一回。落とせへんかったら無理やで、もう。いや、もうなんか、崩れてもってほしい、もう。これ無理やで、マジで。そこ何度もすればマイさんなんじゃない。いい店だと思います、それは。すごい顔しとったよ。